写真拡大。本春からバックネット裏後方の個室観覧席と高さ約31メートルの屋上テラス席、右翼上部の新スタンドが稼働する。屋上テラスはビルの8から9階に相当する約31メートルの高さで、右翼席は約3500席の増設。収容人数は約3万3000人となる。観光は20年春で、左翼上部のスタンドは20年の開幕前に完成予定。最終的に約3万。食べ物も美味しい。サンドイッチが D の形で、海苔巻きの卵が星型でした。ファンの皆さんには、ぜひこちらの部屋に来ていただいて、素晴らしい食事と景色を楽しんでいただきたい。僕らはベストを尽くしますと PR。続けて、至福の時間を過ごすことができると思う。私にとっては、勝たなきゃいけないというプレッシャーが増すことになりますね。フィールドから見ると、右翼の新しいスタンドが近く見える。ファンの皆さんは、スタンドからフィールドを見たら、思ったより近く感じると思う、と話した。DeNA 球団と株式会社横浜スタジアムの岡村慎吾社長は、昨シーズン、ファンの方にはチケットが取れず、ご不便をおかけしました。3500席が増えるので、より多くのお客さんにご覧いただきたい。より多くのファンの方だけでなく、外国人の方にも横浜の新しい魅力を楽しんでいただけるような場所にしていきたいと語った。